はい、今日はね、ミラーマのファンの方、久々、ちょっとご無沙汰してましたけども、工藤健太郎先生のね、ご自宅にちょっと寄せていただきました。はい。今日はちょっとじ、あの、事情がございまして、先生とまあ相談の上ですね、これから動画を進めさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。X よしです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、今日はですね、工藤健太郎先生のご自宅の方に寄せていただいております。私から言うのはちょっと僭越なんですけども、この度ですね、今年の3月30日に工藤先生の最愛の奥様でおられます B さんがお亡くなりになったんです。病気ではなくなりまして、まあ、先生はご心痛の中なんですけども、この度、49日におられまして、しばらく落ち着かれたということで、こうやって皆さんにお会いできるということで、メッセージをちょっといただこうと思うんです。先生は本当にご心痛のところ、私どもはね、今、僭越なんですけども、何か皆さん、特に私の方はミラーマンの方の藤本武のファンがたくさんおいででございますので、まあ、簡単なり、これからの、先生のご活躍もされるというのを聞いておりますので、メッセージちょっといただけたらありがたいんですけど、よろしくお願いいたします。こんにちは。ミラモンのファンの皆さん、藤本武史の工藤健太郎でございます。今お話しあったように、まあ、私的なことですけども、僕の、まあ、最も愛した女性が亡くなりまして、これはまあ、人生誰でも経験することですが、いつまでも潮に入って、ね、悲しい思いをしているのもなんですから、俳優として作家としてまたどんどんやっていこうと、そう思いまして、まあ、気を取り直しております。女房のことはまあ置いといて、これから作家としては、ちょっと出してなかったんですが、今年の10月の中旬に新作書き下ろし「天下平らの時」って、これが出版になるはずです。おお、ね、面白いはずです。わ、すごい先生、はい、こう分厚い。そうですね。今度は単行本、前は文庫本だったけど、単行本で出そうかと言ったんです。皆さん見てくれましたか？藤本武史が時代小説を書いてくれはるんですよ。つまり書いてあるんですよ。はい。で、もう一つですね、これ役者としての夢なんですが、僕のその第一作目の小説、キリストごめんが映画化の話があるんですよ。先生、それも大丈夫なんですか？オフレコ、いや、もう、これそれは大向かっ丈て夫？ます。大丈夫？大丈夫。何 とか見実て現しようと思って、今、夢中で何人か、そうですある、か？連中が集まってますから。YouTube に出していいの？構わないでしょそこはまだ。これはまだ企画書なんですが、で、やる以上は原作から、これが脚本ですよ。映画の脚本か、
原作の僕が脚本を書き上げました。おお、すごいな、先生。これ脚本。で、監督もやっちゃうなんで。すごいな。四国じゃないけども。まあ、いろいろ夢というか目標ですね。まだまだ僕80になってしまったけども、夢はあるんです、目標は。だから、やっぱりこういうエネルギーを持ってないと、生きられませんからね。僕はいつもそう思って、ずっと若い頃からやってきましたから。そうですね。うん、特にまあ、私なんかの方は、先生にほら、この接点はね、皆さん、ミラーマン、まあ、今たまさか、つぶやさんのね、ご好意で、YouTube の方、51話で、もうあと少しでね、終了のところに来たんですよね。だからそれもあってね、ちょうどその、ミラーマンの方の最終回にこう向けてなってるんだけども、これから先生は、まあ、奥様、最愛の奥様はちょっと本当亡くなってね、僕らも心痛ですけども、逆にまあ、こうやってね、時代劇なんかの方で、また、活躍されるという話になってね、まあ、それは本当に嬉しいなというね、思うんですけどね、はい。まあ、そうやってことで、先生は他になんか、ミラーマンの方におっしゃるんだったら、おっしゃっていただいたらありがたいんですけども、まあ、いつまでもね、僕らは、ミラーマンで、藤本武なんですね、先生は。そうですね。はい。で、まあ、今も本当に私のもね、拙い動画ですけども、やはり、100人以上ね、応援ね、石田信二さんの方のミラーマンも応援することもあれば、三田良康役の佐々木隆子さんを応援することもあれば、ね、野村由紀さんの一時さんを応援するもあれば、ということなんだけども、それと思いがいっぱいなんですよね。ですから、引き続き、ぜひとも、先生、いつまでも、藤本武史で、いててください。はい。まあ、今、ラウンジマーの方もね、今、ちょっと、営業の中、休止ですけどね、また、いい話でね、決まったら、また、再オープンしようと思ってます。それはまあ、先生の今お気持ちで、また今、計画中らしいんで、それはまあ、皆さんとね、また楽しみに、待ちたいと思ってます。私やってるとね、ほんと名古屋から、長崎から会いに来てくれるんですよ。そうですよね。グッズをたくさん買えて。はいはい、はい。嬉しいですね。ねえ。だからぜひ先生、はい、これからも、藤本武史、ミラーマンでお願いします。はい。でね、工藤先生のね、ご許可を得ましてね、皆さんのためにということで、拝見させてもらったんですけどね、これね、いろんな余計の書と思っておられる時の光景なんですよ。はい。ですからこういうのって皆さんないと思うんですけどね、こう、和崎さんとか、一時さんとか、次は初めさんとかね、映っておられるね、そういうスクラップをね、今拝見してるんです。これ本当に工藤先生のね、藤本拓司がね、映ってる。ヘリポートを乗り込むとことかね、これね、こんなんとかね。みたいな。和崎さんとか乗ってますね、これ。京太郎くーんってね、呼ぶところの、手前のとこですわ。はい。ヘリコプターが飛んでるとかね。あ、これ、京太郎くーんとか言ってますよ。京太郎くーんって。こう手振って、京太郎くーんってこうやって、拳振り合ってやってたでしょ。あれですわ。とかね。ビクターのボケだって書いてました。あ、そうそう。これ、ほら。アクションでこれね、工藤先生がね、これ、ぶら下がってるんですよ、ヘリコプターに。こんなのあるんよ。これもやってもらえたんですね、これ。これ、でも、これスタントマン？これ自分でやられたの？僕はスタントマン使わないから。ああ、今横で先生がね、これね、僕はスタントマンが使わないから、やってるんだよって。ああ、これ、飛び乗ってインベーダーと格闘してるとこですね。で、それで京太郎くんって言っているところの、ところで、みんなが湯浅県友会さんでしたっけ？ね。皆さんとやってるってことかね。うん、あ、これなんかあれですよ。和崎さんなんかとね。監督、黒田。これ、黒田監督？うん、ああ、下にいらっしゃるのは三田さんじゃなかったんですかね。違うの？みっちゃん。これ、助監督さん。これの黒田監督ね。一番多かったですね。あ、和崎さんも映ってますよ、ね。こ、うん、こんなんとかね。でもこれはかっこいい。あ、大谷の、大涌谷のロケ。大涌谷のロケ。大涌谷。
小田切さんとね、なんか夕日と拳銃を彷彿とさせるような、こういうとことかね。見てください、この藤本拓司の、この、すごい面構えって言って、ほら、先生横に見せられるか、あんま大きなこと見えないけどね。こんなんですよ。うん、とかね、こうなって、これはスタッフの方と打ち合わせしておられるんですか？あ、そうですよ。なんか普通のお芝居じゃない笑顔ですね。こうやってね、やって。これなんかかっこいいでしょ？あれ、和田家さんとね、こう、創作に行くときなんですよ。そう。キングザイガーをね、やったかな、探しに行くときなんですよね。何でっていうと、うん、まあ、それが、もしかしたらね、先生もありがとうございました。あとはね、はい。なんか、思い出しがありますか？あ、これもそうだ。そうそう、これ加藤の座る、うん、海底の中の怪獣をね、うん、こう、楽しんでいくときに、最後、これ、出てくるんですよ。ね、黒先生が。うん、で、なんかね、中にバッジに入ってるね、あれをね、こう、売ったら、ミラーマンが、こっち、現世に戻ってくる。これなんか、すごいよ。これ、お宝映像ですよ、これ。うん。ちょっとハレーション、残してますけども、ね。こうなんですね。いやー、こんなんですよ、先生。ねえ。ちょっとなんだ、あるんだね。ほら、ありますよ、先生。ほら、僕は柔道得意だから、柔道投げて。これは、インベーダーだね。インベーダーですよ。研究会の皆さん？そうそうそう。ほんとや。あ、これ、見てください。こんなこと、先生やってはったんですよ、これね。僕は柔道得意だから。いやー、すごいわ。まさきさんがなんか冷めた。おかげでこっちで見て。僕のアクションを見てるんですよ。やるなーって言って、県有会の皆さんとね。これが打ち合わせしてるのかな。そうですね、これって。これ監督ですか？黒田監督。うん、どうですよね。なんせ石田信之さんをね、救出するときのあれですわ。ぶら下がってね、怪獣からやられてぶら下がっているというところのシーンですね、これね。キングザイガーの時だったかな。思いますよ。はい。いやー、これすごいな。皆さん、喜ばれるシーンばっかり。あ、これもこの。これもほら、投げてますよ。うん、そうそうそう。これは本当にこう、ちょっとこう、ハレーション起こして、いるからね、こんなんでね。ね、はい。まあ、この辺にちょっとさせていただきましょう。これは和崎さんと一緒に写ってるやつですね。これ、楽な格好で写っておられますね。私服ですよ。はい。ねえ、こうなって。先生も若いなぁ。うん、これは大川橋郎さんとね、共演なさった時の、銭形平次の時のシーンということですね。こういうのもあるんや。NHK テレビに出せ、赤月はただ銀色。の時の先生の役って、おっしゃってましたね。先生さんの歌とかね。へぇ、ああ、そうなの、うん、これね、うん、はい、そういうことで皆さん今日もどうもありがとうございました。失礼いたします。